そういえば24ヶ月のスタンプとか作らんか作りたいんですけど、ちょっと、いや、本当に、したいんだけど、価値の話をすると、お金がなくて依頼できなくて、風のお仕事が、まあ、あるはあるんだけど、なんか来年着地のが、2、3件みたいな。で、今年いっぱい何もなくて、昨日、派遣サイトに応募した。そう、マジでガチの話これなんですよ。そう、依頼したい。めっちゃ依頼したい。本当は動画とか、イラスト依頼しまくって歌とか出したいんですけど。なのね、なんか、週3ぐらいで、肌風雇ってくれないかなーと思って、昨日適当にペッて応募出した。いや、本当に適当にペッて応募出した。ガチでこれ。マジのやつです。これはマジのやつです。そう、だからさっきも明日映画見に行きたいなーとか言ったけど、正直そんな金はねえです。そうそうそう。まあでも生きてるんで大丈夫。大丈夫。そう、でもさ、やっぱりさ、あれじゃん、そう、みんなにさ、支援してもらってるから、追加できるスタンプもあるわけで。そう、だからそれは追加はね、絶対するんですけど、ちょっと、派遣するからちょっと待ってほしい。お米をくれ。大丈夫、お米とかはね、里から来るんだ、里から来る。うん。やばい、花風のギリギリの私生活が割れるんですけど、みんなから取るじゃなくて、今みんなに返さなきゃいけないからさ、そう、だから、ちょっと、ね、そう、初めて派遣のサイト、なんかポチポチしてみた、昨日マジで、本当に、ね、必死に生きてるよ。まあね、やりたいことも増えたしね、まあできることも増えたんだけど、あれどうなってんの？これどうなってんの？大体、命と駆け引きして今進めてるので。ま、だから、多分来年かなって言ってるのは、その辺です。ちょっと待ってね、だから、アーカイブ消すから聞かなかった頃にして最近の話。いや、なんかさ、違う、それ投げてもらうのマジで違うから、ちょっと。この前もやってね、面言でこのくだりやった、多分。一回やった。面言でこのくだりやった。そう、だから、何？そう、これいつ出ますかとか、これ増えますかの質問に対して返すとこうなっちゃうよ、今。こいつ金ねえって思っといてください。そう、生きてます。生きてる。あー。今のは鼻風が悪い。この前のも鼻風が悪い。もう全部私が悪いんです。やばい。アコギ配信なのに、すごい溶けた姿をさらけ出している。まずい。そう、だから、多分、風のお仕事をちょっとすることになるんですけど、お外に出てね。でもそれまでに、ちょっと1万人いけるように、今年いっぱいは、YouTube 頑張りたいなと思っている。ここで投げたらおもろいかなと思って投げたので、ひどい。心臓キュッてなる。みんなが楽しいなら、ありがとう、風花。今こういう気分。ありがとう。ごめんね。でもありがとう。ありがとう。中島みんなと一緒にお外出るんだ。お外出るから。10月さ、3回もさ、東京の方に出てさ、3回も出たとか思ってる。鼻数やばくないってちょっと思った。うん。3回、だよね、3回でどうやるのやっぱりおかしいよね。感覚バグってるよね。ちょっとまずいと思う。お外は危険がいっぱいだから気をつけて、お外怖ーい。お外怖いよ。あ、ちょっと。ね、ももちゃん、掘り起こされた。やばい、金ないって言ってる。ももちゃんに聞かれたら、絶対聞かれたら。いないよね。いない。今多分ね、ご飯作りに行ったら、いない。うん。いないと思う。すいません、変な雑談をして大変申し訳ございませんでした。生きてて偉い！終わり！またね！また明日ー！かまた後でー！バイバイ。